ザカリア・フロゼは、グルジアの指揮者、クタイ氏の出身。トビリシュ音楽院でクラリネットと音楽理論を学び、1948年に卒業したが、音楽院在学中の1946年からクラリネット奏者として活動していた。その後、モスクワ音楽院でニコラやノー祖父に指揮法を学び、1952年に卒業後は、 グルジア国立交響楽団の補助指揮者と、グルジア歌劇場の指揮者を兼任し、グルジア国立交響楽団の方は1954年まで、歌劇場の方は1958年まで務めた。1954年から、グルジア放送交響楽団の主席指揮者に転じ、1959年まで、その任に当たった。1959年から1973年まで、 グルジア国立交響楽団の主席指揮者を歴任。教育者としては1964年から母校の飛び出し音楽院のオペラの講義を受け持ち、1973年から同音楽院のオーケストラの指導を行った。1976年から同音楽院の教授に昇格している。1984年にはグルジア政府より人民芸術家の称号を与えられた。 飛び出しにて死去。2020年1月9日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年8月30日閲覧。2020年1月9日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年1月9日閲覧。ザカリア・フロゼ・ディスコングス。ありがとうございます。